スノーマン。大晦日は紅白か配信ライブか、はたまたカウコンか。皆さんこんにちは。今回はスノーマンの紅白歌合戦出場をめぐる最新の動向についてお伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年10月16日、 NHK の稲葉信夫会長は定例記者会見で重要な発表を行いました。旧ジャニーズ事務所所属タレントへの新規出演依頼を制作現場の判断で可能とする方針を打ち出したのです。この背景には昨年の紅白歌合戦の視聴率低迷があります。2023年の紅白は44年ぶりに旧ジャニーズ勢不在となり、その結果視聴率は第1部が 29%、 第2部が 31.9% と、ともに史上最低を記録しました。NHK の制作サイドは、今年の紅白には少なくとも2組ほどの旧ジャニーズグループの出演を望んでいるといいます。その第一候補として注目されているのがスノーマンです。目黒蓮を筆頭にメンバー個々の活躍も目覚ましく、スタートエンターテイメント所属グループの中でも老若男女への知名度は随一とされています。特に2023年はグループとして大きな飛躍を遂げた年でした。音楽活動はもちろん、メンバー全員がドラマや映画、バラエティ番組など様々な分野で活躍。その多彩な才能は業界内外から高い評価を受けています。スノーマンと紅白の関係はデビュー以来複雑な展開を見せてきました。2020年の初選出時はメンバーの新型コロナウイルス感染により出場を辞退することになりました。2021年、待望の初出場を果たした際にはメンバーのラウールが、この1年間紅白のために頑張ってきたと言っても過言ではないと強い思い入れを示していました。この発言はグループ全体の紅白への特別な思いを象徴するものでした。2023年、スノーマンは実力的には当確と言われていた紅白出場を旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響で断念することになりました。この決断はメンバーたちにとって非常に重いものでした。しかしその代わりに選んだ道が独自の配信ライブでした。スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日と題されたこのライブは予想をはるかに超える成功を収めます。最大同時接続数百33万超えという日本歴代1位の記録を達成した配信ライブは、エンターテインメントの新しい可能性を示しました。視聴者からは、紅白より濃い内容だった、ファンのことを考えた最高の選択といった声が続々と寄せられました。特筆すべきは、このライブがただの代替案ではなく、スノーマンならではの魅力を最大限に引き出したコンテンツとなったことです。メンバーたちの個性的な MC、ファンとの双方向のコミュニケーション、自由な演出など、テレビでは実現できない要素が詰まっていました。現在、スノーマンのメンバー間では、今年の紅白出場について活発な議論が行われているといいます。昨年の時点で、大晦日に同じ場所で毎年ライブを開いていきたいという話がグループの中でまとまっており、今年の12月31日も、すでにライブ開催が決まっているとされています。出場派は熱烈なオファーをもらっているし、紅白は特別な番組、ファン以外の人にも自分たちの歌を届けられると主張。一方、不出場派は昨年の配信ライブが好評だった、今年もグループの配信をした方がファンは嬉しいのではないかと考えています。スノーマンのメンバーには個人として NHK への思い入れもあります。深澤辰哉は紅白の司会に興味を示し、宮舘涼太は大河ドラマ出演を夢見ています。しかし紅白を辞退した場合、今後の NHK 番組からのオファーに影響が出る可能性も指摘されています。ファンの間では、大河や朝ドラの可能性を捨ててまでファンのために配信をしてくれるのは感動という声がある一方、メンバーの夢がついえるかもしれないのは複雑という声も上がっています。 NHK の内部でも旧ジャニーズタレントの起用をめぐって意見が分かれているといいます。10月に放送された NHK スペシャルジャニーズ崩壊では、
性加害問題に関する詳細な調査報告が行われました。この番組の制作過程ではまだ時期尚早ではないかという慎重派と、きちんと検証した上で新しい関係を築くべきという積極派の間で激しい議論があったとされています。さらに状況を複雑にしているのが、スノーマンを含む旧ジャニーズグループによる年末のカウントダウンコンサート開催の可能性です。従来ジャニーズカウントダウンコンサート、通称カウコンは東京ドームで行われる年末の恒例行事でした。新体制後も何らかの形でこの伝統を継続させたいという声がアーティストやファンの間で上がっています。スノーマンのメンバーはグループ活動に加えてそれぞれが精力的に個人活動を展開しています。岩本照は舞台での活躍が目覚ましく、深澤辰哉はバラエティ番組での独特なキャラクターが人気を集めています。阿部亮平は大学院で学びながらタレント活動を続けるという異色の経歴の持ち主です。こうした個人活動の広がりはグループとしての意思決定にも影響を与えています。 SNS では紅白出場をめぐってさまざまな意見が飛び交っています。紅白も素敵だけど去年みたいな配信ライブの方が嬉しい、ファンのことを第一に考えてくれる姿勢が嬉しい、どちらを選んでも応援したいといった声が多く見られます。スノーマンはファンがどうしても紅白出場を望むなら中継での参加を検討する可能性があるとされています。過去には TOKIO や嵐が中継出演した例もあります。目黒蓮が昨年インスタグラムで投稿した9人とみんなで最高の大晦日にしようね、絶対後悔させないよ俺らを正解にするという言葉が示すように、スノーマンは何よりもファンを大切にする姿勢を貫いています。最終的な決断は11月中旬までには下されると見られていますが、メンバーたちはどちらを選んでもファンに最高の年末を届けたいという思いで一致しているようです。今後の展開にファンはもちろん音楽業界全体が注目しています。新しい情報が入り次第また詳しくお伝えしていきます。以上、スノーマンの紅白出場をめぐる最新情報をお伝えしました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。